えー、皆さんこんにちは。レックセニン株式の元橋です。では、ただいまより埼玉市の試験情報についてお話ししたいと思います。はい。えー、まず、埼玉市のその、えー、埼玉市の試験、埼玉市の一次試験についてなんですが、形式面でいやいや他の自治体と異なる特色があります。で、まず、えー、教養なんですが、えー、必須それから選択。通常ですが。 知能,知能系については必須というのが一般ですねところがさいたま市の場合には知能はもちろん必須なんですが知識現代社会問題やあるいは姿勢問題こういったものも必須回答となってまして特に姿勢問題っていうのはさいたま市の,そのまあね キャッチフレーズであるとか政策であるとかですねそういったことが聞かれているんですで一応それ必須回答になってまして約3問ぐらい例年、ね、出題されてるうーという状況です。でまあ、そういうお話をしますとね、えー、<laughs> そんなことまで出るのってうんですがまあそうなんですよ。で基本ってまあ毎年必ずっていうわけじゃないと思うんですけど3問でしたら通常はですね2問ぐらいは比較的あの簡単で。 もう一問はちょっと詳しく見てないとちょっと分かんないかなっていうかのような傾向みたいですね。で対策なんですけどそのまあ,あの姿勢情報っていうところをホームページで見てもらえれば、まあ、そこに書いてあることが基本的には出されるんですけどその,その姿勢情報っていうのもですね えー、情報量としては、まあ、あのちょっとスコップルがやっぱ多いわけですね <laughs> ですから皆さんといたしましても勉強をたくさんしなきゃいけないわけででもってこれ全部を覚えるのってことになるとこれ大変ですですですから、まあ、あの今後その、まあ、3問中1問しか優しくしないで2問は細かいのにするとかそれは分かりませんけど、まあ、ある程度的を絞ったところでの準備をしていただきましてねそれ以外につきましては、まあ、たい準備できなくてこれしょうがないやむをえないかなと。 思われます。はい。でですね、あの職員の採用案内っていうのがまあ毎年出されますよね。で例えば4月あたりになればその説明会とかも実施すると思います。 でそういった説明会でま資料が配布されましたりね、あるいはその職員採用のま案内もちろんこういうのも配布されるわけで、まあ、職員採用の案内とかはこれは別にあのホームページもどこでも見れるわけですけど、でそこから出題されるってことが結構あるようですね。ですのでまあそうですね、えー、説明会などにま行かれるということでしたら説明されている職員の方がま強調してる。 あたりはバーねあのちょっとチェックしておくといいと思いますねでですねですねまずはまあそういうところをまあちょっと見ていただければということになりますはいであとその知識まあ人文科学それから自然科学社会科学これはあの選択回答制いうことになってますちょっと変わっているのが繰り返しするん繰り返しですが知能プラスそういった現代社会問題 あるいは姿勢問題などのようなこういった知識系これも必須回答にされているとここはまあ埼玉市のちょっと形式面における特徴と言えると思いますねはい次です、えー、専門試験ですがあこれはあその40題出題されまして40問の全問回答制となってます。 えー、その例えば埼玉県県庁でしたら、えー、50代ある中から、えー、40代選んでねってことなんですが40代そしてですねそのちょっとこれまた特徴的なことなんですがその40問の、えー、必須解答の問題の中には県庁とかでは通常出題される刑法とかが出題されないんです。 でその代わりといってはなんですが教育学とかですねそういうのが23問出てるようなんですよで教育ってあのやってないんですけどとまあやりませんよねやりませんとかとやれませんよねで多くの合格者はや勉強してるんですか対策してるんですかってしてないと思いますねして,ないしてないと思いますでそこまで手が回りませんよねやはりあの重要科目メジャー科目でまあ戦っていくと。 ということでいいいと,と思いますねで今採用の方は相当数出てますですから合格点が倍率もそこまで高くはありませんから必ず取れるあ絶対あ、まあ、必ず取,取るべきこれは基本的な問題で取らなきゃいけないでしょとそういうのをしっかり取ってくれればあの一次試験は通れると思いますのでまああまりあのね <laughs> えっという感じで皆さんあのご覧になっている方はされたかもしれませんけどあまりあの心配する必要はないし心配しない方がいいですね、えー、そんなのにあのなんですか引きずられて、えー、教育の勉強しなきゃなんてことはやらない方がいいですねはい、はい、で次なんですがあその二次試験におきましてはあ論文試験あ教養の論文ですね でこれれが課されますそして個別面接集団面接と集団面接個別面接が課されるというのがさいたま市のこの論文試験につきましても確かにです、ね、過去をちょっと見てますとね、えー、っとキーワードが5個あってそのキーワードの中から2つ選んで,でそれであの論述をしなさいとかまあそんなその。 形式面でちょっと変わったような取材もされたりすることもあるんですけどでもそれほど特殊な問題ではないのであのまあ一般的な教養論文の対策書く練習とかまあしていていただければそれほど気になることはないと思いますね。またあの次に集団討論なんですがまあ僕はできればこれ挙手性がまあ多分取られてるんじゃないかと思うんですけどその挙手できるだけやっぱ挙手ですかね。 積で次にその個別面接っていうことなんですがえー、っとですねあの <laughs> えっとですね <laughs> あのですね、えー、昔の話にちょっとなるんですけど、えーまあ、数年前までの埼玉いので市の、ね、個別面接っていうのは特徴的なことがあはですね短いんですよ。 短いだから早い人だと本当10分とかなんですよ10分、はい、ですからもうあの面接カードに書かれてる通りタン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 とおり「淡々淡々淡」「あーいご苦労さまでした」みたいなで数年前からあの面接あちなみにね個別面接の配点高いですよまあ皆さんもホームページ見てもらったらねあの分かると思うんですが300点かな高いですよすごく高いです。 で面接にその力を入れるっていうすか面接の配点をまあ上げるっていうすかね力を入れるみたいなことをまあ言っててで今最近どうなんだってことなんですが、まあ、10分はないと思いますけど四十、あのー、分30分以上とか40分とかそこまではないですねやっぱり20分ぐらいかな15分20分ぐらいじゃないですかね。で基本的にですねその深く突っ込むっていうのが、まあ、絶対ないとは言いませんけど。 あまりしないいい傾向ですね面接カードに従ってまあ聞いて聞いくそうすると皆さんね、えー、っとあまり突っ込まれないのあれさい市いいんじゃないってね <laughs> 思うかもしれませんがあので突っ込まれたら面接はそのまずいとで突っ込まれなければ面接はいいんだっていう発想はまあ持たない方がいいです。ねあのまあ、僕なんかはあ,、まあ、あんまりこういう話あ,ああまりしすぎてもよくないのかでしょうかね <laughs> ちょっと分かんないですがあの僕なんかですね えっとね、突っ込まれたら「えー、どうしよう」って思っちゃだめだとむしろチャンスだと思いなさいっていつも言ってるんですけどね、えー、ですからそのアピールするまあ言えばチャンスって言いますかだから逆にこうと淡々とねいくいい、まあ、行っちゃった時にですよあまり自分はアピールできなかったりするってなんですかね何て言いますかねこう圧迫されたりとか突っ込まれたりするとその、えー、あなんかこう点数下げられたんじゃないかっていうふうに、まあ、思っちゃう人も多いんですね。 で一方でその圧迫されないですんなりいくとああ点数いいんじゃないかと思っちゃったりするかもしれませんけどそれは一概にそうは言えなくてですからそのあまり圧迫されない淡々と進むですからまあ楽あこれはいいじゃないかと思うかもしれませんけど逆にですねそういった淡々に進む場合こそ、ね、自分をどうアピールするかあっていうのはもう十分逆にあのあの準備してほしいんですよ。 あ,のあまり突っ込まれなかったんで「俺大丈夫です」みたいなね <laughs> 思わないでむしろそのここをまあ聞かれた時にはここをしっかりアピールして面接官の心に残るより「ああいい経験積んだじゃないか」ってね印象を与えるようなことをぜひやはりあの意識してあの自分をアピールしてえいただくことはあのその、ね、突っ込まれてくれ突っ込んでるというかある程度まあ突っ込んできたりしてくれればあのまあ、ね、アピールしできるところもあるんですけどそ,のそういう そうじゃない時っていうのは意外ともうあねこんなに用意したのにあれみたいなですからあのしっかり短い時間でもいい印象を与えられるようなそういうあのイメージを持った練習って言いますか準備と言いますかそういうのはむしろ必要かなと思いますねはい、えー、簡単ではございますがあ埼玉市の試験情報についてでしたあそれではあその埼玉市の試験情報以上で終わります。